速報です。中国のホテルが崩壊したようです。ホテル倒壊、多数下敷きか。中国北京時事。中国福建省泉州市で7日夜、ホテルが入居する後、6階建てビルが突然倒壊した。共産党機関紙人民日報電子版によると、約70人が中に取り残され、これまでに40人が救助された。ホテルは80室あり、感染者と濃厚接触した人の隔離施設となっていたという。ビルがある李城区の当局者は、中国紙北京青年報の取材に、ホテルは湖北省などから来た人の隔離観察施設となっていると述べた。中国応急管理省によると、福建省消防当局は救急隊147人と狩猟26台を派遣した。中国メディアは、巨大なコンクリートの瓦礫の上でライトを照らして救助作業に当たる隊員や現場に駆けつけた消防車などの動画を伝えた。記事は以上です。今のところ原因は分かっておりません。一刻も早い救出をお願いします。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。